レイモンド・レイ・パーラーは、イングランド・ロンドン・バーキング出身の元サッカー選手。元イングランド代表。現役時代のポジションは、セントラルミッドフィルダー及び右サイドハーフ。1992年から2007年までの間を、プロ選手として、アーセナル FC、ミドルズ・ブラ FC、ハルシティ AFC で過ごしたパーラーは、アーセナル時代に古臭い印象から、皮肉っぽいユーモアを込めて、 ザロン・フォード・ペレの愛称で親しまれ、また、その風貌に合う縁の下の力持ちとして、チームを支える安定したパフォーマンスはファンから人気を集めた。ちなみに、愛称の名付け親は同僚のマルク・オーフェル・マルスである。引退後は、テレビで批評家として活動するのにとどまらず、BBC ラジオ後ライブのトークスポーツでプレゼンターを務めている。2012年には、 FA カップに出場するため、一時現役復帰して、ウェンブリー FC と契約した。アーセナル1989年に、アーセナル FC の下部組織に入団したパーラーは、1992年1月29日のリバプール FC 戦で、同チームのトップチームからプロ初出場を飾るも、ペナルティキックを与えてしまうミスを犯す、苦いデビュー戦となった。 以降の数年間は主に、早くとしての役割を務める一方、ツアー先の香港で、タクシー運転手と問題を起こして、懲戒処分を受ける、問題児としての面を見せていた。1994から95シーズンからは、出場機会を大きく増やし、レアルサラゴサとの UEFA カップビィーナーズカップ1994から95決勝という重要な場面で、先発出場を果たした。 なお、タイトルを掲げたパルマ FC との前回大会決勝では、ベンチ入りするも出番は訪れていなかった。1996から97シーズンに、アーセン・ベンゲル監督が就任すると、チームの主軸として、ポール・マーソンと共にセントラルミッドフィルダーを任され、また、右サイドハーフでも起用されていくことになった。 翌1997から98シーズンに36試合に出場してリーグ制覇に貢献し入ッするユナイテッド FC との FA カップ決勝ではニコラ・アネルカの得点をアシストをして同試合の最優秀選手に選出されると2冠達成に大きく貢献。以降の4年間でも中盤でコンビを組むパトリック・ビエラと共にチームを支えて 数多くの栄光を享受していくこととなり、2002年のチェルシー FC との FA カップ決勝戦では、相手に試合を支配され始める苦しい時間帯の中で30ヤードから貴重な先制点を記録。最終的に同試合の最優秀選手はフレドリック・ユングベルに譲ることとなったものの、再度の2冠達成に大きく貢献した。また、2000年12月9日のニューカッスル戦で、 ハットトリックを達成している。一方の欧州カップ戦では、2000年3月23日に、UEFA カップ1999から2000、準々決勝ベルダーブレーメントの第2戦で、シーズン初得点にして、プロキャリア初のハットトリックを達成し、ガラタサライエスケートの決勝戦での PK 戦では、味方で唯一成功させた選手だった。2001年4月には、 ハイベリーでの UEFA チャンピオンズリーグ2戦から01、準々決勝第一戦のバレンシア CF 戦で30ヤードから決勝点を記録した。また、2003年11月にスタディオジュゼッペメアッツァでのインテルナツヨナーレミラの戦では、ビエラ不在のため首相の代役を見事務めて、アウェーの地で競合相手に対象することに尽力した。 アーセナル在籍12期で公式百4 6 6試合31得点を記録し、プレミアリーグを3度、FA カップを4度、フットボールリーグカップを1度、UEFA カップビィーナーズカップを1度と数多くのタイトルを獲得した。アーセナル退団後2004年7月24日に自由移籍でミドルズブラ FC と3年契約を締結。1期目は、 主軸としてプレーしていたものの、2期目は膝の軟骨損傷に悩まされ、出場機会を減らしたことで2007年1月25日に契約解除と新たなクラブと契約することを視野にアーセナルの練習に参加することが発表された。2007年2月9日に、同国2部のハルシティ AFC と2006から07シーズンまでの契約を締結。 チームを三部広角から防ぐことに尽力したが、新たな契約を提示されることはなく、6月1日に対談が決定した。春ィ対談後に引退したパーラーは、テレビやラジオでコメンテーターを務めている中、キューブに当たるンリーグに属するウェンブリー FC のテクニカル、アドバイザーを務めるテリー・ベナブルズの FA カップ出場を目指すとの意気込みにこうして、クレアムルソー、マーティン・キーオン、 クラウリ・オカニーヒア、ブライアン・マクブライドといった元選手たちと共に一次元役復帰を果たし、また、GK コーチには、デビッド・シーマンが就任した。後に、ウーゴ・エヒオグも参加するも、8月30日に予選1回戦のアクスブリッジ FC 戦で0から5と、大敗し、大会を後にした。アーセナルで1997から98、シーズンに2冠と、 同クラブの最優秀選手に輝く、と、好調なパフォーマンスを見せていることから 1998FIFA ワールドカップの一員に選出されると思われて、いたが、グレン・ホドル監督の指示により監督の友人で、スピリチュアルヒーリングのアイリーン・ドルリーに、個別相談を受けた際、自身の髪型であるカールから、ショートバックサイドでお願いしますと冗談を言った、ことが怒りを買ってしまったことで落選した。 ホドル監督退任後、ケビン・キーガン監督時代の1999年3月27日に UEFA ユーロ2000予選のポーランド戦でスティーブ・マクモナマンに代わり後半からイングランド代表初出場を飾った。しかし、本大会の一員には負傷により事態を余儀なくされた。イングランド代表としては10試合0得点を記録しているが、 2000年10月11日に 2002FIFA ワールドカップヨーロッパ予選のフィンランド戦で30ヤードから放ったシュートはクロスバーに直撃し落下したボールがゴールライン上を越えていないとラインズマンが誤って判定したことで幻の得点となった。2000年11月15日のイタリアとの親善試合が代表最後の試合となっており その後に新就任したスベン・ゴラン・エリクソン監督の元では数回招集されることはあったものの出場することはなかった。ありがとうございます。